戦国時代に軍師がいた。合戦のエキスパート、軍師と軍配者はどう違う？戦国時代の映画やドラマ、ゲームでは当たり前に登場する軍師。思いつくだけでも山本勘助や竹中重治、黒田官兵衛、小早川隆景のような名前が浮かびますが、実際は戦国時代には軍師という役職はなかったようです。しかしページを閉じるにはまだ早い。カワウソは軍師という役職がないと言っただけで、軍師の役割がないとは一言も言っていません。今回は軍師の前身である軍配者の仕事を紹介すると同時に、それがいかに軍師へと移行していったかを分かりやすく解説します。軍配者の仕事は兵士にやる気を出させること。戦国時代の戦略や戦術で采配を振るった軍師のイメージは、戦国時代の後期に出現した比較的に歴史が浅い存在です。それ以前に存在したのは軍配者といい、占いや祈祷、天候を読むという特殊能力で主君に仕えた存在でした。21世紀の現代から見ると、軍配者が司る占いや祈祷は、ただの迷信に移るかもしれません。しかし、合戦には多数の不確定要素が付きまとい、それにより勝っている合戦が負けることもたびたびありました。現在でも、毎試合が真剣勝負であるプロ野球選手には、様々な縁起を担ぐ人が多いことが知られています。彼らは決して全てを神頼みにしているわけではありませんが、道を極めたプロ同士の対決では実力にはそこまでの差がなく、ジンクスが威力を発揮することもあるのです。ましてや今よりもはるかに科学が進んでいない400年以上前の戦国時代には、兵士にやる気を出させる軍配者の存在はとても重要でした。合戦前に軍配者がする儀式。軍配者は当初、神主や陰陽師のような神秘的な能力を持つ人々が選ばれました。いざ合戦が始まると、軍配者は陰陽五行の思想に基づき出陣の日取りや方角を占います。具体的には大将の姓を木火土金水の五行に当てはめ、そして戦う相手の姓を五行に当てはめ、それぞれの性質で合戦の吉凶を占います。例えば木の属性を持つ姓を持つ大将は火の属性を持つ大将には勝てないなどです。それ以外にも季節や方向にも吉凶があり、北は不吉だとか、神前でくじを引いて決めるとか、天文を占うとか、雲の観察をするなどで合戦の気を感じ取りました。武田信玄に仕えた軍配者駒井紅白斎の日記は、雲の観察記録が大部分を占めるようです。実は天候を読むのは極めて重要でした。例えば火縄銃は大雨の中では使えず、その時には戦術を変えることを余儀なくされるからです。前もって天候を予期することは合戦においてもとても重要だったのです。出陣の時、軍配者は出陣にあたり敵調伏の祈祷を行い、戦勝祈願のセレモニーを主催します。出陣のセレモニーとは、戦国時代の映画やドラマでもよく出てくる有名な三献の儀で、大将が打ちあわび、勝ち栗、昆布を魚に酒を飲む儀式です。これは敵を打ち、あわび、敵に勝ち、栗、喜ぶ、喜んぶという縁起の良いダジャレです。ダジャレに厳しい人は、こんなベタなダジャレでと思うかもしれませんが、面白いとかつまらないではなく、縁起担ぎなので怒らないでください。多分三献の儀だって最初に生み出された時は、参加者全員が笑い転げたスーパーダジャレだったに違いないですよ。もう一つは同じくダジャレで、矢をつがえないで弦を引き絞って放つ儀式もあります。これは一つ打つで人打ち、人打ちに通じるようです。いや、だからダジャレが面白いとかつまんないとか、そういう話じゃないんだってば。出陣後の仕事、軍勢が出陣しても軍配者には休む時間はありません。合戦に至るまでに次々と襲ってくる不吉かもというアクシデントに対処しないといけないからです。特に多いのは強風で旗差し物が折れるということでした。この場合、折れるポイントが問題で、持っている部分より上が折れると吉、下が折れると強でした。兵士 A、 親方、おらの旗差し物が持ち手より下で折れただよ。もしかして今度の戦は負けるかもしんねえだ。おっかねえだよ。兵士 B、
だが慌てるでね、わしらには軍配さんがあるでよ。きっと今日基地に帰ってくれるだ。軍配者、怯えるでない、わしに任せておけ。はあ、ほんだらほんだら、ポッポコピッピッピッキー。ああ、これで悪運は去ったぞ。安心せよ。兵士 A、B、はあ、安心安心みたいな感じで、不吉な兆候に怯える兵士のメンタル面をケアしたのです。これ以外にも、武者がアブミに足をかけた時、馬が稲なくのは強とされましたが、その場合には上帯と腹帯を結び直すと悪運を払うことができたそうです。そんなの言ったもん勝ちじゃね、と思うかもしれませんが、まあそうです。いかに理屈をこね回し、兵士の不安を和らげ、士気を上げるかが軍配者の仕事でした。合戦後、こうして合戦に勝利すると、軍配者には戦死者の慰霊の仕事が残っていました。最初に作法にのっとり勝ち時を上げ、その後首実験をしてから首に化粧を施し、細かい作法にのっとり供養をします。これも戦死者の怨霊を恐れる兵士たちの動揺を鎮め、心置きなく次の戦いに臨めるようにしていたのです。軍配者が廃れた理由、しかし軍配者の活躍の場は次第に合戦から消えていきます。その大きな理由は、戦国時代中期以降、物流の発展と戦国大名の大規模化により、動員できる兵力が万単位になったからです。兵力が数百や千程度なら、軍配者の演技担ぎやマインドコントロールも効果がありますが、万単位になるとそれも不可能になり、兵力の迅速かつ安全な運用の方が重要になりました。つまり演技担ぎのマインドコントロールよりも、大軍をできるだけ迅速に合戦場に引っ張ってくる方が重要になったのです。こうしてメンタリスト軍配者は、タクティクスやロジスティックスを重視する軍師へと存在が移行していったのです。戦国時代ライター、カワウソの独り言。今回は軍配者から軍師への移行の原因と軍配者の仕事について解説してみました。もともとはメンタリストだった軍配者が、戦国時代後期には軍勢の大規模化により限界を迎え、タクティクスやロジスティックスを重視する軍師へと移行していったんですね。